寒いですね。こんな寒い中ね、それでもバイクに乗らなきゃいけないことがある。ええ、そんな時どうしますか。そう、乗らなきゃならない。ということで、今グリップヒーターつけてみて、ね、少しでも、ね、寒さを和らげることはできないかもしれないけど、手のかじかみは抑えることができるかもしれない。しびれちゃうね、これがいけん。とても運転どころじゃないっていうね、ただただ忍耐っていうね、あれは辛いですよね。ということで、グリップヒーターね、そして、ナックルガード、この辺はあると、冬場の運転が気持ち楽になるかな。夏場はクソ暑いエンジンも、冬場は暖を取るためのあったかいものに変わるっていうね、そんなことがありますけどね。はい、どうでしょうか。昔はこうね、信号待ちとかするとこうエンジン触ってね、寒いっつってやってた記憶もありますが、皆さんはどうですか。ね、こちらね、今のは水冷エンジン。こういうのはいいんですよ、こうエンジンが裸でね出てるやつ、分かりやすいね、すぐ触りやすい、ね、でもそうじゃないカウルがついてたりですね。あ、でもカウルついてるのはファンが回るとうわーって、夏場だともう死にそうになるぐらい暑いじゃないですか。冬場はねちょっと暖かくて、おーちょっと暖かいな、そんなものがございます。あれ、これキーついてんじゃん。これ何が開くんだ、ここ何が入ってるの、これね、まあこうなってるから、あ、ここに ETC 入れるのかな、ね、ETC ここに入れて配線どっかだと、じゃこの辺から穴開けてどうすればいいのかな。ここにジッパーがついてるからここにまたつけるのかなと思ったんですけど、ここにつけちゃうとカードの脱着がめんどくさいもんね、うん、これ ETC ついてないから、まあ、あれなんですけど、ね、いいんですけど、ね、で、リレーはですね、ここに中にね、このシートの下に入れることにしました。ここにね、貼ってね、この辺につけるとちょっとね、あれですから、ほら、しょっちゅう使うもんじゃない、もう一回つけちゃえばね、当分使わない、開けることはないですから。で、配線ここからここまではね、こういう赤い太い配線で持ってって、そしてここ黄色から分割して、とりあえずあとつけるとしたら何ですか、 ETC ぐらい。フォグライトはつけないですよね。フォグライトはちょっとまた、あ、ダメだ、もうバッテリーね、そういうのはあんまりつけられないですね、大きくないから。これ7でしょ、 7V ぐらいですよ、8か7か、うん、グリップヒーターに書いてありました、ホンダ車の 7以下のバッテリー車にはつけられません上がっちゃうね、そう上がっちゃう、上がり症だね。なんだろうな、まあ、私がちょっとだけ学んだことを皆さんにね、お伝えするね、そういうコーナーでございます。ただうちの動画を見ている方はですね、どちらかというとベテランの方、ありがたいことにね、はい、私よりも先輩の方々がね、ご覧いただいているということで、まあ、よくご存知かと思うんですけど、私が言うほどのことはないのですが、まあ、シール、例えばシールね、こういうところに、まあ、シール貼ると、あとこういうのとかね、まあ、何でもいいんですけど、こう両面テープとかで留めるとか、あとシールとか、そういう場合は必ずこの表面をですね、まあ、これちょっと貼る場所ここだから、をパーツクリーナーとかで脱脂してください。ね、必ずね、脱脂して、で、きれいにして、表面をきれいにしてから、まずホコリとか全部取らなきゃならないね。浮いてると、結局貼っても剥がれちゃいますからね。まあ、ホコリとかを落として、そして、あと油分ね、油分がついてると剥がれやすいですから、それも全部取って、それから貼るというのがね、基本のようでございます。はい、しつこくね。ただ、場所によっては、パーツクリーナーとか使うと、変色しちゃったりすることがない、あんまないと思いますけどね、まあ、そういうことあるとまずいですから、アルコールとかね、まあいろんなのでこう、ね、はい、さあ、そしたらこれね、はい、ここに貼るんですけど、そしてあと配線ね、ここにこうつけて、でプラス配線を引っ張るんで、ここからここまでね、まあ、こういう、まあ、この辺通しますよね。だからとりあえずもうこれでちょうどいいんじゃないですか。これかちょうどいいね、この1本全部使って、でこれこんなに厳重にあれしてるんだこれなんだよテープがすごいしつこく巻いてあるね、
さすがホンダだね。非常にオートバイというのはあれですよね、いやー気持ちがいいですよねなんてね、乗っててね、そんなね、あの気持ちのいい乗り物じゃないんですよ。冬は寒いし夏は暑い、ね、雨が降りゃね、深いもうびしょびしょで不快になるしね、風が強ければねまたね、おっかないし、あと砂ぼこりなんか来たしね、うわっ大変なことになっちゃいますよね。だからそんなにね、あのいい乗り物じゃない、ね、気持ちいいね、うん、でも乗るんです。そうね、そういうことなんです。よくわからないんです。はい、なんで乗るんだ、こんな思いまして乗るんだっていうね。はい、だからほらなんか最近またちょっと変わってきましたけど、一時期ね、若者がバイクには乗らないみたいなね、ありましたけど、そりゃそうですよ、こんなにね、どちらかというと辛い乗り物乗らないですよねね、もっとあの 楽したいとか、こたつのこたつはいいかね、家なんかね、ぬくぬくしたりした方がしてた方がいいんじゃないかなってね、そう思いますよ。で乗るかねってね、例えば親が乗ってて興味ないね、そういう方もいらっしゃいますし、親がバイク屋やってるとかね、なのに息子は全然興味ないとかね、バイク一切乗らないとかありますからね、びっくりですよ ね。うちなんかもしバイク、うちはなんか全然ないからね、親が持ってなかったから車もらわない、バイクとか車に縁のないあの家だったんですね。はい、あれ初めて乗った時は車ね、バイクじゃなくてね、車初めて乗った時は、いやーたなんかこんな楽しいものがあるんだと思いましたけどね、で私は思いましたけど、どうですか、どうですか、こんな楽しいものが世の中に、あ、8だ、大丈夫、余裕がある、わかんない、余裕があるかどうかわかんない、でマイナス外した方がいいですか、やっぱりね、基本はマイナス外してやるだろうってね、怒られますよね。そう、私あの過去に痛い目に遭ったことがあるんでマイナス外さないでやっててね、そう、うん、そう、痛い目っていうのは結局あの金銭的なことです修理するのにすげえお金かかってやばいっす。だから必ずこっち外して、でこれ外す、ね、マイナス外して作業すれば問題起きないですからね。はい、湯浅ですね。タイ湯浅だ、タイ湯浅。メイドインタイランドって書いてある。奥に押し込んじゃったけど。なんで押し込んだかというと、沸騰シーカーです。はい、沸騰シーカーです。これですね。はい、これで、これだと細すぎるよね、入んないね。そう、これをそのままだと裸配線、まあ、みたいなもんですから、ちょっとほらもう擦れちゃったりするとね、切れちゃったら大変なもんなんで、まあ、保護チューブを入れるんですけど、これをここをこう止めて、例えばこう止めて適当にこれを上からかぶせるというんだと白人っぽいでしょ、このここら辺の、ま、バッテリー周りが白人っぽく見えちゃうんですよ。だから白人っぽく見せちゃいけない、プロは。プロというのはこういうところをここを通すんですよ。そう、わかんないけどね、人によっては違うかもしれないけど、で中に入れて、それでここで締めるね、それであ横からこう、ここから一緒に出て、純正のあれと一緒に出てっていうのがちょっとプロっぽい感じがすると私が思うんですけど、私だけね、私だけ、はい、そう思わない人もいると思うんでね、はい、そんなの関係ねえっていう人もいるかもしれないですけどね、今何やられても頑張ってますよね、そんなの関係ねえって言ってね、やってましたけどね、パンツじゃない、海パンですね、海パン一丁ね、頑張ってすごいですよね、はい、やっぱりね、一発やってないいっぱいいるんですけど、やっぱりあれですよね、努力っていうんでしょうかね、いろんなあれがあるんでしょうね、だから続けてね、うん、子供に大人気とかね、すごいね、はい、でそういうことのためにこんなの買ってね、買ってね、うん、ほらこれね、チューブこれ通すんですよ、よくわかんない、どこが終わりだったかわかんない、毎回ね、あのなんかどっか行っちゃうんですよ、先端がどこだったかな、脱ぐっていうのはなかなかできるもんじゃないね、私はそう思います、はい、動画とかね、あれだとダメっていうのがあるらしくてね、2時50分間はね、なんかこうバッテンシールに貼ってますけど、上もダメみたいなね、うん、らしいですね、
危ない危ないよ。何これ。でちょっとこれをこう通してこう切ってね、やるんです。やっぱり 100% さんがすごいですよね。 100% さんがすごいね。昔からああいうね、芸みたいなのでありましたけどね、こうちょっとね。しかも何がすごいって、その人だけがすごいっていうよりも、なぜか真似をしてる人がいっぱいいる、ね、動画とか出てくるんですよ。すごいですよね。しかも男の人がやっててもあれですけど、もう女性ですよ。若い女性の方やってるんですよ。普通ああいうのみたいな嫌がるん、普通ね、女性の方が嫌がるんじゃないかと思いきや、女性の方がやってるってね、真似してるってよくわからないんですよね。うん、何が起きてるんだろうね、うん、やっぱりそれはまあね、見てもらうっていうそういうのがあるのかもしれないんですけど、そんなことしなくてもね、まあ、確かにね、見てもらえないですよ、はい、それは私もよくわかります。はい。もしそういうのがね、そういうだったらもうあっという間に何万回とかね、あのまあいいんですけどね、そんなのね、うん、そんなのというかまずいですね。いやストリッパ欲しいな。いいやつ。なんかもうクニペックスの新しいワイヤーストリッパーがすごいみたいなね。あるらしいですね。すごいよね。うん。進化してるんですよねあれ。ちょっと欲しくなっちゃった。工具見ると欲しくなっちゃった。やばいんですよ。だからこの工具がやばいとかね。それまずいですよね。だから動画見ないと。つい買っちゃったら大丈夫なんちゃう、そのね。で、これをここにね、こう止めるんですよ。ね。で、これをキャップです。ね。いいでしょ？なんか気持ちプロっぽく見える。ね。プロっぽく見えるんですよ。わかんないですけどね。私もやってて、もうわけわかんないんですけど。で、そして、ちょっとね、これがね、割り口を使ってるんで、本当だったらリング端子の方がいいんですけどね。内側に入れたいんですよね。なんかないかな。ねえ。先がこう丸いやつ探したんですけど、やっぱりなかったんで、ちょっとワッシャーを入れて、それで押さえてます。はい。で、割り口に直接ボルトで締めると広がっていっちゃうんで、はい。特にこうちっちゃいんでね、こう、つばがあってこう広いボルトだったらね、締まるのに押さえられると思うんですけど。うん、先端こういうやつね、こういうのじゃないと厳しいですよね、はい、でとりあえず取り付けました、はい、で、何にもね塗ってない状態なんで、ちょっとこうあのねコネクタルーム、はい、ちょっとグリス塗りますよこれね、で動かして、うん、これはね夢店なんですよね。そう、もともとは夢店の車両なんですよ。いいですよね、うん、安心感がある。安心感があるね、っていうことでよろしいですか、ね、はい、ね、こちらで買っておくのは間違いない、ね、長いものには巻かれろ、ね、いいものはいい、ね、褒めないと、これ多分ダメだね。メンテナンスもう見てくんない。なぜかというと改造しちゃってるからね。マフラー変わってるから多分ダメでしょ、ね、多分ね、いくらあの車検対応っていう感じのあれでも多分ダメなんですよね。 そこでやったんだったらいいんですよね。あとはグリップヒーラーつけたら多分もうダメだって言われてそうだから、メンテナンスね、でも見てもくれなくなっちゃうと困っちゃうね、うん、だいぶ腐食してんな。何も塗ってないからだよね、最初にね、ずっとそのままなんですからね、塗っとかないとどんどん腐食していっちゃうね。タイ岩さんね。まだダメだよ、つけたら。何やってんだよ。まだダメじゃん、つけちゃね。なんで、この状態でつけて、ここにバチッてやったら、スパークしますよね。はい。ね、大変なことになっちゃいます、はい。さあ、そしたらこれをね、うまいこと通して、こっちにつなぐね。赤配線ね。で、こっちはね、メスになります。はい。バッテリーから来る方にがメスになります。それでカバー、大きいカバーがつくんですね。
要は直接触れられないようになってます。で、受け側が押すを使うのが、まあ、一応基本のようですね。基本のようです、はい。私が偉そうなことは言えないのですが、そういうことのようです。ね、ようですな、大丈夫ですね。私は言い切りません、ね。間違ってると困りますか、ね、間違ってることはただあります。ね、こうです、ね、なんて言ってね、違ったら大変なことですよね。訴えるぞなんて言われたらもうアウトですから、まあ、そういうことはただありますから、はい、これ欲しいですね、絶縁3。ただね、これちょっとこのまま使えないんですよ、長すぎる、ね、何が長いの、こっちがこれ逆スリーブ使ってるんですよ。このままだと長すぎるからダメでしょ。だからちょうどいい長さにこれをカットするね。この長さに合わせてこんなね、なんだねもうね、ちょっとマニアックな感じでね、でこれでこう切ってね、このスリーブないと裸になっちゃうんで、裸メス配線は嫌でしょ、最悪ですよね、そんなのね、うん、裸メス配線は危ないから、よし、いくぞ。でこれでちょっとこうね、やるんですよ、これで外れるんだよ ね。でこれをこうかぶせると雰囲気的にこうつらい位置でね、でまあ、これをこう、ここに、ここは接続すると。ね。はい、これ、こっちに持ってこないからね。今、接続しちゃうとね。配線この辺通して、こっちのに接続と。できましたね。で、分岐配線いらないか。もう、分岐のやついらないね。直接そこに、ブツブッと刺しちゃえばいいや。で、次回あんのかな？なんかあるかな？アクセサリー電源取ってこれ引っ張んなきゃいけないじゃん。どっからアクセサリー電源引っ張りますかね。OBD が取れるのかな。リレーの電源です。まあ、ブレーキスイッチから取るのがいいんですけどね。まあ、どっかにある。で、よく売ってるタイプは太い。ホームセンターとかで売ってるのはちょっと太めのタイプですよね。車って煮干し使ってんですか、そもそも。なんかそんな、そういうイメージない。昔は使ったかもしれないけど、今は使ってんのかな、触んないから全然わかんないですよね。車もバラしてこうグリス、足回りとかグリス塗ったりしたら違うんでしょうね、そんな気がする、うん、やっぱりねバイクだって塗ってないんだから車塗るわけないよねそんなことないか、車の方がお金かけるか、普通は。いや、でもコスト削減でね、やんないですよね。で、アース先にやっちゃおう。で、ここでつなぎたいと思うんですけど、ちゃんとアースされてるかどうか。ね、つないではいいけど、全然、あれ、これ電気流れてないじゃんっていう意味ないんでね。あ、大丈夫ですね。全然問題ない。アース。こういうふうにして、エアクリナボックスを持って、よし。で、スイッチをオンにして、ブレーキがつくかどうか試せばいいんだよ。つくでしょ？あ、つかない。OK。それだ。うん、この2ピンのやつがそうだ。3ピンのコネクターか。どうしようかな。どうするのがいいと思います？ねえ、3ピンのやつないな。3ピンないな。これを改造するのが一番いいな。どうやってやろうかな。で新品の、ね、これスイッチ入れるだけだからそこまでか。長いか。短いな。端子を一回純正の切って、で新しい端子にこうアクセサリー用のを一緒にかしめて、つけてます、はい、ブレーキスイッチ側の方ですね、はい、メインハーネスじゃなくてね。でこれはこう戻して、で、ハーネスはでこれ届くでしょ、ね、届きますね。でこう純正のこうまとめてるところを一緒に通して、
まあ、こんな感じでやっております。手間か時間かかる。何がかかるんですか。やっぱりこう決まってないので、長さとかね、で自分でこう毎回考えながらこうしてああしてってやってるんで、どうしても時間かかっちゃうんですよ。はい、そう、マルキロ同じ車種でね、やって一回やってれば次もね、あこんな感じっつってできるとは思うんですけど、なかなかね、なのでこだわればこだわるほど時間かかっちゃうんで、あとはなんでもそうですけど金次第みたいなね部分になってくるんですけど、ここ、まあ、テープで巻いておくんですね。巻いてあったからね。はい、さあ、とりあえずオンにしてリレーが入るかどうかですね。はい。あ、大丈夫。あ、つく。はい。OK ですね。そしたら巻くか。最近のホンダ車はグリップヒーターとかの配線がもう来てるから、ね、PCX とかそうですもんね。ADV もそうじゃないのかな、新しい、多分ね、新しいのはね、うん。グリップヒーターの配線来てると思うんですよ、最初から。純正のグリップヒーターをつけなさいと言わんばかりにね。うん、そうね。車外のやつをつけようとすると逆にやりづらいっていう。ここはここにこうあれが入るかな。金属だっけ。金属か。やだな。やだな。これちょっと向き変えよう。遠く回せるように。剥がれるこれ。よし。オッケー。こういうのでお金をちゃんともらえる。いただけるあれだといいですよね。これはね、あのいいんです。もうそういうあれじゃないんでね、いいんですけど。うん、そうは言っても、やっぱりね、ちゃんとやらないとね。と、うん、いうことでやってますけど。これがね、頼まれてやる場合にね、こっちで止めちゃうか。グリップヒーターの取り付けで、それだけで2万3万みたいなかかりますみたいなね、要は通常1万円のところが1は2万3万かかりますとか、そういうのだと商売としてね、とか仕事として成り立ちますよね。そのくらいこだわってやるとですね、いろいろ付け取り付けもね、で分かりやすくね、でほら知らない人が見ても、知らない人っていうのは やってない人、まあプロが見ればね、あ、なるほど、こう、あ、こういうふうにやってあるんだっていうね、分かるようにね。そう、なんだか分かんなくてみんな外して、なんだこれっていうのが結構ありますからね。まあ、できればその配線図も一緒につけるとかね、作ってね、こうなってますっていうね。うん、そしたらより親切かなとか、いろいろ思いますけどね。こだわる。こだわり作業でちょっとお金をいただくみたいな、まあ、どうでしょうか。
この中でエンジンかけ大丈夫かな。あとは片付けて、いっぱい出しちゃったからね、いろんなものをね、まあ、いいんじゃないですか。最近ここにしましたね。こっちも、もっとこっち持ってて、この下で、あ、でもな、うん、